自民党は収支報告書への不記載の金額が500万円を超える議員ら39人を処分不記載の額によって処分は異なり5年間で500万円余りだった高取修一議員と細田健一議員はともに開国とされました処分を受けて細田議員は処分を重く受け止め 改めて県民の皆様の深刻な政治不信を引き起こしていることにつき、心からお詫び申し上げますとしつつ、政治資金の透明化に努めてまいりますとコメントを発表。また、事務所によりますと、高取議員は今後取材対応する予定としています。